あ、いたいた、すいません、お待たせ、あ、いた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 、ちょっとなんで蹴るんですか、ちょっとなんで蹴るんですか、何今日呼び出しといて、あ、今日あのミュージックビデオの撮影で、はい、撮影、そうそうそう、あ、まあいいけど、いいっすよね、スタッフは、スタッフ、制作会社とか入れてんでしょ、いや入れて、僕一人ですよ、一人、はい、いや、え、カメラは、いや、いつも一人じゃないですか、カメラは、カメラ今手に持ってます、iPhone です、iPhone で撮んの、iPhone で撮る、それは舐めすぎでしょ、いやいやいや、誰だと思って、どうしたんですかそれ、サングラス、曇ってますね、なんか。いやお前マスクの息だろ別にいいだろそんなことでも何ヘラヘラしてんだよさっきからお前はなんか今日ちょっとオラオラじゃないですかちょっといつもこんな感じだろ俺ネックレス誰だと思ってブリンブリンしてますねまあちょっと今日もうロケハンしてあるんでちょっとこれから早速街に出てうんちょっと MV 撮っていただけますかね急いでる俺時間ないからさすいません忙しい中じゃあ行くさ行きましょうちょっと時間ないんではいじゃあちょっと孫さん最初この辺でここはいまあその歩いてきて角を曲がるみたいなちょっとシーンを撮りたいのでそこそうですねはいそこの角をあちょっと待って待って何何話聞いてくださいね何あのあ 逆から歩いてきてほしいんですよあのあっちの方からはいあっちの方から歩くだけでいいの歩くだけあのカメラの横をスレスレ通ってってほしいんですよカメラの横をスレスレ通る向こうから歩いてきてそうですで角を曲がるのそうですそうですでいいの物分かりがいいですねああじゃあ行くよあちょっと待ってください何ちょっと撮影始める前に気になったらそのネックレス外しませんかねそれこれはい別にいいじゃんかっこいいじゃんいやあのかっこいいんですけどちょっとなんか合わない合わない合わない気が外すぎあの誠さんがやっぱ眩しいんであそういうことごめんねちょっとこれ外したぐらいがちょうどいいってことちょうどいいですちょうどいいですちょうどいいですこれでいいあうんこれの方がなんかあの、うん、素朴な感じでいつもな感じでいいと思いますはい結構好きなんだけどねこれあそうなんですねまあそれはプライベートとかでつけてもらっていいはいオッケーオッケーじゃあ向こうから歩いてきてあそうです向こうから歩いてきて横切ってそこを曲がるみたいなあそう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 完璧ですそういいのそんなんでいい絵撮れる本当にあ任せてください僕いけんのはい撮れます最初のシーンでしょ最初大事なシーンです分かったじゃあ行ってくるねお願いします一発撮りで行きましょうつまらついてる孫さんすいませんあちょっとちょっと、はいはい、今度次ここはいここでちょっと待ち合わせのシーンをちょっと撮りたいと思うんでああそうですね、まあ、あの待ち合わせをしてる風な、ね、好きな人を待ってる感じそうですそうですあっ OKOKOK なんで、まあそのはい、なかなか来ないなっていう感じ撮りたいんで、まあ、その立っててその時計見たりとかスマホ見たりなんか LINE 来ないなみたいなまだ来ないなみたいな感じを出してほしいんですよ OKOK 余裕よそんな頼みますよ。あ、いいよ。ここ人通り多いんで、ちょっと一発撮りで行きたいんで、ちょっと手短にお願いします。はい、どうぞじゃあスタートします。はい。じゃあ、あ、ちゃちゃちゃ、最初時計から見てもらっていいですか。時計から。時計から。細かいね。オッケーオッケー、わかった。ちょっと演出こだわりたいんでこれ。いいよ、マジ。どうぞ。何今の時間ないの俺もういいでしょ今ので今の時計とスマホの何ですかそれ切り替えの早時計時間見えてないですよね今何も 早すぎるってこと早すぎますちょっとちゃんと言ってよちゃんとこう時計ですっていう感じゆっくりやればいいのゆっくりあのちゃんと見てる風を分かった分かった出してくださいねはいどうぞもうちょっとあのすいませんカットカットナチュラルにお願いします。ナチュラル。なんかすごいなんか。今もダメ。もう一回やる？もう一回やりました今。ナチュラル。オッケーオッケー。もっとあのカッコつけていいっすよ。いつもの。あ、オッケーオッケーオッケー。孫さんの感じ出してください。はいどうぞ。いいっすよいいっすよいいっすよ。で、はいしまってちょっと置いて、あ置いてから。お前いや言うそういうこと言うからさ、黙っとけよお前。俺が今やってるだろ演技。それおかしいだろ。今いい感じだったし今の感じでしょ。今使いました。今使いました。それやるから。はいはい。はいはいいやイルミネーション綺麗ですねさすがにどんだけ歩かせんのあすいませんもうちょっとなんで、ね、何次何のシーン撮るのあじゃあこの辺でちょっとこの辺であの食べ歩きのシーン食べ歩きはい撮りたいんでちょっとこの辺で何かワイン寿司いやあ寿司ある寿司食べ歩きしてる人見たことないですよ 何食べんの普段何食ってるんですかそれいや普通でしょ別にえ寿司食べ歩いてるんですか寿司食べ歩いてるよその辺でフォアグラとかそれでいいいやちょっとこの辺に多分お店があると思うんで あそうですねあそこちょっとクレープ屋さんあるんでクレープ俺がクレープクレープ食べるのクレープ美味しいですよかわいいねかわいいと思いますクレープ買ってきてよいいよいやいやちょっと許可取りも含めてその孫さん買ってきてくれます俺が行くのあ、マコさんお願いしますよ。僕カメラ持ってないといけないんで。普通そっちの仕事じゃないの？それ。いや、いいからついてくださいよ。ちょっと行ってきます。行って。
来た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 。クレープでいいの？遅いっすよ、孫さん。遅いっすよ。あ、美味しそうっすね、クレープ。じゃあ、ちょ待って。それ、あの、撮影で使うんで、今食べないでください。いいでしょ、別に。これ使えばいいじゃん。お腹空いてたんすか？お腹空いてたんですか？お腹空いた。これ使えばいいじゃん、ミュージックビデオ。あ、これ、ダメっすよ。ちょっとそれ、新品のまま使うんで。あー、ふう。いや、いいっす。撮影あんの？クレープ美味しくないっすか？うまいね、これ。ね、フォアグラなんかより美味しいんじゃないですか？全然うまい。うまいっすよね。寒いけどね。寒い、確かに寒い。アイスクリームなんですよ。あ、ちょっと見せてもらっていいですか？チョコレートショコラみたいな。あ、美味しそうですね。いや、似合いますよ、やっぱ、おっさん。まだいっぱい撮るの？まあそうっすね、まだ全然撮るんで。いや、それ使いたかったんですけどね、食べてんの。もう食べちゃってるから。あ、でも歩かないんで、このまま使いますよ。あ、これ使う？いいよ、うん、歩かないでいいんで。ギャップあるし。ギャップありますね。こんな俺普段食わないもん。そうだね、なんかスターがクレープ食べてるのなんか新鮮ですよ。なんかやっぱ違いますね、スターがクレープ食べるとなんか違う、なんか高級感出ますよ、ね、食べ方食べ方がなんかあれですね。あ、これ食べながら歩こうか俺。あ、そ、まあ、できればちょっとその新品っていうか食べてない状態から。あ、あ、そう、一緒。あ、クリームついてますよ、残り取れました、取れましたよ。いいでしょ、かわいいでしょ。かお茶目なんですね、スターなんですけど。食べ方だから、食べ方が結構いかついですね。で、あの、洋服黒なんで落とさないように気をつけてください。買えないんで、洋服。いや、子供じゃないんだからさ、大丈夫だよ。頼みますよ、ちょっと。じゃあ、ちょっともう、行きますか。もう、だいぶ食べちゃってますけど。ちょっと歩いてるシーン撮りますかね。はい。じゃあ、まさにそのまま、ちょっと、あの、食べ歩きのシーン撮りたいんで、ちょっとあっちの方から歩いて。疲れたわ。ちょっとまだ歩くの？なんで座るんですか？あ、じゃあそうだ、ちょうどここツリーあるんで、なんかあの今回の MV のテーマっていうかが、まあ、そのなんか彼女と待ち合わせしててなかなか来ない。ああ、いいじゃん。っていう男性を撮りたいんで、まあ、そのちょっと待ち合わせに来ない、そのちょっとうなだれてるしょぼーんってしたシーン撮りたいんで、このツリー前で撮っちゃいましょう。じゃあちょっと次食べ歩きで、ちょっとその歩あの食べながらその角曲がっていくシーン撮りたいんですよね。ちょうど、はい、ちょうどこの交差点がいいと思うんで、あの僕がサイ、あのサイン出したらちょっと食べ歩きしながら曲がってほしいんですよね。あ、オッケーオッケー。ちょっとすぐ撮る？すぐ撮ります。合図出すんで、ちょっとあっちからあっち行けばいいよ。そう、あっちから。ちょっと待って食べ、いや、それ使うやつですよ、クレープ。あ、これ？それ全部食った。あ、今の使うの？それ言ったじゃ、そういうこと言ったじゃないですか。言ってよ、それは。それ言ってよ。それを使うって言ったじゃないですか。食っちゃったよ。もういい、なしでいいね。もうなしでいい、なしでいいですよ、もうじゃあ。あ、行くね。なしでいいですよ。じゃあ、孫さん、次ちょっとこの辺で、うん、ちょっとすごいいい感じのクリスマスっぽいものあるんで、うん、あれをちょっと見て、うん、こう何シュンってなって過ぎ去って、シュンってすんの俺が。あ、ほら、あの彼女来なくて、うん、あ、でも今日はクリスマス。でも俺そんな経験ないんだよね、今まで。孫さんの経験とかはどうでもいいんですよ。演じればいい。そうそうそう、あの演じてほしいんですよ。役者として演じてほしいんですよ。あっち、そこでシュンってしたらいい。そうそうそう、違う。何言ってよ。あの、ほら、あの恋する男心分かってくださいよ。違う分かんねえ、女心しか。何女心分かんない。あの、とりあえずあっちから歩いてきて、あ、向こうから。そうで、そこのリースの前で立ち止まって。危ない、車来てる。危ない、優しい。危ない危ない、ありがとうございます。引かれる。すごい律儀ですね。向こうから歩いてきて、そう、あっちから歩いてきてもらって、ここでうなだれる、まあ、そう、そこでうなだれるっていう。余裕っしょ、そんな。いや、もう行くよ。お願いします、一発撮りお願いしますね。よし、じゃあ孫さんどうします。ちょっと一回休憩挟みます。次行く前に、はい、何ね、コーヒー飲む。あ、コーヒー飲みたいですか。なんかブルーマウンテンとかあればいいんだけどね、この豆売ってるとこ。豆から引くんですか。いや、引くっしょ、豆っしょ。いや、さすがに外なんで、ちょっとなんか簡単に飲めるものとかでいいですか。いや、いいよ、まあブルーマウンテンだったらいいけど、あるこの辺。まあちょっと、いや、めんどくせえ。まあちょっと買ってきます。めんどくせえって。いや、いいから。じゃあちょっと、じゃあ、まあなんか買ってきますよ、探して。そのよろしく、待ってるわ、ね、うん、ちょっと待っててください。すいませんね、ちょっと待っててくださいね。めんどくせえ。
あ、すいません、お待たせしました。遅いって、どこまで行ってたの。まあ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 、落ち着いてください。コーヒーは。コーヒー今買って。ありがとうね。あ、これ違う、これ違う、僕のっす。一個俺の分は。あ、これ俺のだろ。孫さんのちょっとポケットに入れてるんで、ポケットちょっと手入れて取ってもらっていいですか。なんで俺缶コーヒーなの。だってブルーマウンテンって言ってますよ。ブルーエメラルドマウンテンだろ、ジョージアの。え、これちげえよ。いやいや、孫さんよく見てください、それブルーマウンテンですよ、本当に。いや、合ってるけど、青いマウンテンしか合ってない。そうそう、青い山。それ飲んでください、美味しいっすよ。いいよ、でもこれでいいよ。いいっすか、それで。次行こうも。うん、飲んでください、それ。もういいだろ、なんだよ。いや、うまいよ、好きだよ、これは。じゃあ、まさ次、今度はじゃあ、うん、またその黄昏れるみたいな、うなだれるシーンちょっと欲しいんですよね。なんてうなだれるの。いっぱい欲しいんですよ、素材として、そのうなだれてる的なやつ、うん、なんでちょっとここにちょうどこう綺麗な、うん、何この柱があるんで、ここに向かちょっと待って待って。じゃあ回らないですよ、回らの、そこにあのもたれかかってほしいんですよ、もたれかかってほしい。はい、あ、そう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 、なんかちょっとこう、あ、いいっすね、夜空見上げて、 あの真正面向いてください、真正面。あ、そう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 。でちょっとまあ斜め45度上見てもらって、あの、すみません、こっちあの、から分かりづらいよ、さっきから。お前どういうこと、斜め45度こっち。そう、あの、あの小学校の時の身長測るやつみたいな感じ、顎引いて。あ、それは分かるんだ。そうで、頭つけて178センチです。何してんの。じゃあ、まこさん、お疲れ様でした、今日一日。ありがとうございました、はい。これで一応もう撮影終了になりますんで。終わり？もう帰っていいの？あ、もう、はい、帰れます。あと編集やってくれるんでしょ、ひろきくん。あ、そうですね、僕家帰って編集しますんで。なんか制作とか、その辺、編集のスタッフとかいないの？だから、いないです、僕一人ですよ。全部一人でやってる。全部一人でやってます。何？なんか事務所から言われてんの？予算抑えろみたいな。事務所もないですよ、一応。個人で俺やられてんの、これ。あの、はい、僕個人でやってますよ、舐められてんね、俺も。舐め、まあしょうがないですよ、ちょっとまだ予算っていうか、そういうね、規模が規模ですから。ちゃんと組んでやればいいの、いい作品作れるのによ。なんか予算を抑えてこんなワンカメ iPhone だけで撮って、いやしょうがないですよ、もったいないよ。まあね、そういうなんか大きな撮影できるように頑張ってください。もう、ああ、頑張る、期待してますよ。頑張る、お前誰に言ってるの。はい、絶対言ってておかしい。頑張ります、本当に。もう帰るよ、俺。ああ、そうですね、もう帰ります。いいの、なんか今日本当急いでますね。なんかあるんですか。いや、急いで、俺、お前何あるんですか。家が遠いんだよ、俺。あ、家遠いんですよ。どこ住んでるんですか。高尾だよ。高尾、うん、ああ、終点だよ。終点、もう確かに、もう終電あります、今。ギリギリ結構いい時間、ギリギリあるよ、ギリギリある。あ、じゃあまあ気をつけて帰ってくださいね。まだよろしくね、編集。あ、はい、お疲れっす。出来上がったら見せて。あ、はい、LINE しますね。お疲れっす。あ、お疲れっす。